西久保高度昭和5年7月8日は、日本の内務官僚、政治家、剣道家。福島県知事、北海道庁長官、警視総監、貴族院議員、大日本武徳会武道専門学校校長、東京市長を歴任した。流派は一等生伝部刀流。称号は大日本武徳会剣道藩士。三重県警部長、17位の西久保治林の子。 非全国佐賀郡鍋島村八戸に生まれる、東京帝国大学法科大学卒、内務省に出資士管理として累進した行動は、福島県知事、北海道長官、警視総監を歴任する。その後大連資産用を務め、その後により、君二等随法賞を受賞。1916年10月5日に、貴族院議員に直選され、後に東京市長を務める。 即挙の同日付で、君一等随法賞を受賞。山岡鉄州に四宿して武刀流剣道を学び、1919年から、大日本武徳会副会長嘱託、武術専門学校校長に就任。人を殺すものではない、新身連磨のための武道を主張し、武術を武道へ名称変更した。1929年5月、大日本武徳会より、 剣道半死号を授かる。稽古は神聖を課すべからず。の一節を残した。ありがとうございます。